こうして流砂を越えた一味はレインベースを目指す。一方その頃レインディナーズでは、ずいぶん暴れてくれたもんだな王女様。さすが我が社の元フロンティアエージェントだ。観念しな。なんだあの鳥は。超カルガモ。なあカル、お前本当に大丈夫なのか。一切戦える状況じゃないけど平気だ。だって、三刀流奥義三千世界。まだだ、もう気は抜かねえ。まだだ。狙いは外さねえ。任せろよ。キャプテンは後ろで構えてるもんだ。みんな話がある。どうしたんだロビン。私はここで別行動を取らせてもらうわ。え、なんでだよ。本来の歴史ではこの時点の私と王女様は敵対関係でしょ。顔を合わせるときっと話をややこしくするわ。そっか、確かにすっげえ怒るかもな、ビビ。それに、少し調べておきたいことがあるの。わかった。でも、必ず戻ってこいよ。もちろん、約束するわ。さあ、奥へ進もうよ。なんかいるぞ。
それにしてもこいつら悪趣味な格好しやがって。お前こそ人間のくせに変な眉毛しやがって。だってよ、この野郎上等だクソパンダ。トップグリーンの多彩性見せてやる。必殺カエル星。俺がゴムゴムのガトリング。怖くなんてねえぞ。待ってろよ、今助けるからな。切りがいのありそうな相手だ。三刀流奥義三千世界。こいつ強えな。やっと俺の出番か。なめんじゃねえ。よし、行くか。キープ。てなこの野郎。反撃開始だ。助かった、チョッパー。おい、お前。